オプションって書いてあるのか。あ、そう、書いてある書いてある、はい。で、え？いや、俺英語苦手なよな。英語、カタカナだ。はい。じゃあ、いけるでしょう。はい。はい、さあ、ズキ。何でしょうか。パラノマサイト、ファイル23、本所7不思議。終わるんですか。終わります。本当に。すごい食い気味に言ったけど。ねえ、びっくりしちゃった。あらかじめその話するの分かってたかのような。まあ多分やるだろうなって思ってたでしょ。うん。そろそろ最終回なんじゃねえの前座みたいな話、うん。まあ終わらせませんけどね、俺が。あれ？物語はまだまだ続くんじゃよって。うん、俺が止めるこの歩みを。さて、で、あれだよね。マルチエンディング的な感じで言っちゃって、そう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 。結末を迎えて。迎えたけど、なんかもっと事前にやれたんじゃないかっていうのがあるのよ。うん。そう、もう悲しい悲しい哲夫ちゃんとの別れと。いやー、あれはほんまになんかワンちゃん生きてんじゃないかなってね、思いたかった。うん、思いたかったけど、まあ、さすがに呪詛には逆らえんかったかって感じよ。そうだね、ギリギリだいぶ粘ったとは思うけどね。うん、うん、でもそれでいて最後のもうやっぱりラスボスですよ。ラスボス、ようこちゃんで彼女ようこちゃん、え、あれ合ってるよね。ああ、そう、沖野陽子が、違う沖野陽子、沖野陽子、あれ沖野陽子はコナンなんだよね。俺小五郎になっちゃった陽子ちゃんってなっちゃった一瞬沖野陽子って言いながら、あれ沖野陽子って誰って福永陽子ちゃんね。福永陽子ね。うん、はい、この人がね最後に出てきて、いや、美桜ちゃんとねエリをぶち殺してしまったわけですよ。やってたっけ。やってました。そう、最後なんかすごい変な人のムーブしてさ、晒せようとしたんだよね。あ、なんかあれか、最後にそのあゆめちゃんの件が落ち着いたというか、うん、その残りの呪詛玉を探さなきゃみたいな、あれか、そう、陰の書、そう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 、六名簿じゃなくて、あれだよ、あのお守りをさ、どっちも謎解いて、いや、これだったんだねで条件が分かりました、あのなんか私たちが動かしてる先祖説みたいな、なんか魂説みたいになって、そうそう、ね、そのどれだ、陰陽師のやつのなんか魂と精神となんかが必要なよね、確か。そう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 、っていうのが分かったぞってなった時に、そう、陽子ちゃんが現れて、あ、これこれこれ、一つまだ魂写し精神、そう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 、だこの精神があの私たちなんじゃねっていうさ、うんうん、説を出た。そう、なんかミオちゃんが今度はそう、エリオさんにみたいな、エリオさんにみたいな、そう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 、言ってた言ってた。で、あれだよ、ログ見るとわかるけど、こう変なこと、空き缶を1万円で買い取りませんか、フライドチキンの骨も一緒についてきますって言って立ち去らせて、この やべえやつな。そうそうそう。で、あれだ、置いてけぼりで呪詛行使したと。だからこれを止めるための道がここにあるっぽいんだよね、その大取り物。大取り物、これどこにあるんだろう、果たして。ちょっとわかんないんだよな。まあ、初めからで見といた方がいいのかな。そうだね。改めてちょっとあらすじも読みますか。うん、白石道夫から根島文親の隠れ家を聞くことができたエリオと堤は、本部にも増援を要請して根島確保のため大取り物を繰り広げるのだった。じゃあ初めからどこが変わるんでしょうか。堤哲夫、午後4時台、本部より各局、
仮出獄中に大量殺人の予告をした容疑で手配中の根島文親の所在地を本庁職員が発見。同被疑者は職員の訪問前に住居を脱出し、現在墨田区内を逃走中。徒歩での逃走と思われるため、各建造物への潜伏にも警戒し、各局は男の捜索に当たれ。なお、同被疑者は大規模な殺傷が可能とされる凶器を所持している疑いがあるため、爆発物や有毒ガスなどの可能性に厳重に注意、警戒されたし、あーで、あれだ、ここで最初に会うんだよね、旧安田庭園でね。誰と？ここで根島と会うんじゃなかった？こう、あー、なんかそっかそっかそっか、で、探してたら、うん、こんなところでボコボコにみたいな。そう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 、探してて、あ、ボコボコにはあれだよ、あの橋に行った後だよね。あ、後か。そうそうそう、あれだよ、あの橋に逃げる前にここで見つけて追いかけるんだよ確か。うんうんうん、うんうん、はい。さっきこの園内を一回りした時は誰もいませんでしたけど、もう一回回ってみます。いや、そんな理由すぐ変わらねえだろ。少し落ち着いて考えよう。なんだ、結局息抜きに来たんじゃないですか。オッケーボス。あ、息抜きっていう言い方やろ、問題はなあ、まあ、仕事ではありますんで。そう、切羽詰まってたから、うん、ちょっと肩の荷を下ろすというかね、一旦落ち着きたいだけやろ。一応もう一回周囲を見たらいけるか。お、あれボス。ああ、今あっちの茂みあたりで何か聞こえませんでした。荒石です。ん、風邪じゃねえのか。荒石です。おい、誰かいんのか。荒石です。なんだ、ただの荒石か。おお、本当に出た。おい、ちょっとそこのあんた、話を聞いてんだかよ。へえ、何ですかね。ああ、お前さん、どっかで会ってねえか。いやー、今時そんな古い口説き文句じゃこんなおっさんすらなびかねっすよ、旦那。おっと、すまねえ、思ったより身持ちの堅いやつだったか。あんた、ここで何してた。仕事が休みになったんで、普通休んでたんだけどさ、ここ静かで気に入ってましてね。ちょっと人を探してるんだが、話を聞いてもいいか。ええ、どんなんだい。あんたみてえなダンディーから追っかけられる幸運なやつは。いや、そうでもねえんだわ、これが。こっちから追っかけてばっかの人生でよ。知りよな。そうですよ、奥さんと娘さんにも逃げられてるくらいですからね。理由はやめてくれ、それが一番効く。そりゃ気の毒いな。そんなきつい目で睨みつけるからじゃねえの。おお、そうだそうだ、ちょうどそんな風に笑うやつを追っかけてたんだわ。あんた知らねえか。いやー、知らねえな、そんな気持ち悪い悪い方するやつ。絶対ろくな人生歩んでねえっすよ、そいつ。んなことはね、まだまだこれからだよ、これから。そんなもんかね。あ、なんかこの笑顔を見るとちょっと優しそうに見えちゃうんだよな。笑顔はな、笑顔はね。やるよ、どうだ。おい、呼べ。え、まさか、あいつ。あ、逃げた。待て、俺が追う。エリは応援呼んでこい。はい、通報は任せてください。追っかけちゃったけど。だね。本部より各局、対象者を旧安田庭園で発見。現在駒形橋方面に逃走中。
エリオ、反対側回れ。足で挟み撃ちだ。はい。ここまでは今まで通りだね。うん。観念しろ、ネジマン。橋は包囲した。もう逃げられないと。逃げられないとって言わなかった、今私。知らん。もう逃げられないと。ゾゾって言った？聞こえたかもしれんけど。あ、ほんと？ちょっとドとゾの間ぐらいの音を出してしまって、すごい恥ずかしくなっちゃった。おいおい、そんな物騒なもん街の中で出すんじゃねってのは、こっち丸腰だぜ。あんたからも言ってくれよ。いつの間に日本の警察はそんな簡単に一般市民に銃を向けるようになったんだ。お前さんは大量殺戮兵器を持ってるってことになってるからね。なもん関係ねえ。とはいえ昼間じゃ呪詛も使えねえだろ。おとなしく投降してくんねえかな。あれ、昼間じゃ呪詛も使えねえような素人だって誰が言った。聞いてねえのか、俺が魔法使いだって。まさか黒魔術で本当に。んなもんデタラメだろ。勝手にかますんじゃねえよ。お前さんが傾倒してた西洋黒魔術と今回の呪いは全くの別物だ。専門外だろ。それにもし本当なら今日の日暮れまでわざわざ待つ必要なんざねえだろうが。おお、日暮れまでに、日暮れまで律儀に待つって信じてもらうなんて嬉しいね。こっちも祝いがやられちまってもう後がないんですわ。そりゃいいことを聞いた。もう少し追い詰めりゃ諦めもつくな。おいおい、勘弁してくれよ。そしたら何するかわかんねえぜ。そっちの若いのも何するかわかんねえぜ。え、そういうやつわかんねえぜ。パーン。あああえ、エリオ、お前何じゃから。あれボス。手がぶれちまって。ぶれちまったか、しゃあないな。それは今んとこあやめちゃんはいないね。うんうん、これさ、そのあやめちゃんをこう鉄夫ちゃんが誘拐される前に助けるみたいなルートがあったりするのかな。あんのかな。それぐらいしかさ、大取り物で変わりそうなとこってなくない。ないな。だよね。この二人は多分平行線なはず。うん、同じな気がする。この辺もだって見覚えあるもの。、うん、どうしようね。この辺多分話聞く流れだと思うから、うん、まあ、変わる様子がなかったら普通にカットでいいかな。うん、かなかな。よし、進めるぜ。あ、これね。これは関係ある？ただポーズ変わっただけだったよね。うん、やったはず。で、いいだろうにしたらなんかあのファイティングポーズになったエリオがいたっていう記憶だけあるけど。かな。まあ1回目ダメだにしたからダメだにしとくか。いやー、実際好きだった人が亡くなって赤ちゃんとして生まれ変わってってなった時に本当に相手のことを愛してたらどうなんだろうね。また一緒に生きていこうねって育てるのか、それともこうやっぱあまりにも愛していた姿と違いすぎてショックでこういう風になってしまうのか。なんかねじま的にはさ、結構こうしのさんにすがってた部分が大きいんだろうなって感じはするんだよね、話聞いてて。その影響が強すぎて、うん、受け入れられへんかったってことよな。うんよね。あ、あやめちゃんいた。うん、これ気づかん方がいいのかな。そういうこと。お、いや、これはさっきと同じ会話じゃない。え、でも BGM 消えたよ。マジ。うん、さーて、うん、あああ
殺すぞ若造。あ、危ねえバカ、本当に撃つんじゃねえ。はしまった、飛び降りやがった。逃げた。あ、くそ、おい逃がすんじゃねえぞ。ああ、あやめちゃんに気づいちゃダメだったのか。なるほど。最初はさ、後ろに映るからさ、うん、それはまあ調べるやろって感じやけど。確かに。堤哲夫午後6時台。本部より各局。あ、これ逃がしたらあかんかった。あれあれれれれ駒形橋での包囲を抜け脱走した被疑者は、現在も逃走中。犯行予告の時間までもう間もないため、調査官を増員し、隅田川周辺だけでなく、より広域に範囲を広げて捜索に当たれ。あー、エリオが自分を責めている。ボス。あ、ボス、ボス。すみません、ボス。完全に俺のせいです。俺があそこでビビって発砲したから。もういい、俺の責任だっつってんだろ。銃を下げさせなかったのも俺だ。下げさせてからああするのか。かもな。なるほど。川に逃げても行ける範囲なんて限られてると思ってたのも誤算だ。もしかしたら今頃川の底で織田物になってる可能性もあるかもしれんが、そう都合よくいかねえだろうな。あいつ本当に数百人も。さあな、あの場でやったと言ってたのも結局ハッタリだったわけだが、さすがに呪詛玉で数百人まとめて呪い殺すなんてな。嘘で会ってくれと願うほかねえな。エンディング迎えそう。しかしその後に判明した根島文親の持つ呪詛玉片刃の足の呪いの条件は、現在の正確な顔、住所、氏名、年齢、職業、所在地を知っている相手の手足を切断して失血死させるというものであった。そのためこの日の日没とともに、駒形高校に在籍する生徒632名のうち、自宅にいた377名の少年少女が名簿の順に片手片足が切断され、激痛に叫びながら次々に失血死していった。この原因不明の惨劇に人々は怯え震え上がり、社会は阿鼻叫喚の大パニックとなり、やがて人々の恐怖や憶測はさらなる混乱を呼び、呪詛の存在についても誤った情報が交錯したことで、全く関係のない事件が連鎖的に巻き起こるという手のつけようのない大混乱を巻き起こした。ここまでの事態を根島文親が望んでいたのかは定かではないが、堤哲夫の娘である遠野あやめもほどなくして根島の呪いによって殺害されちゃった。堤哲夫はこの重責と市民からの糾弾に耐えられず、警察を辞職し逃げるように世間から姿を消すことになり、少なくとも堤哲夫を追い込むという根島の目的はこれ以上ないレベルで達成し、それは満悦の極みであったという。いい顔してる。本当に人を見下すような顔してたな。エンディング2、ねじまの、なんだった？読み損ねちゃった？ 2じゃなかった？ 2 だった？2のタイトルを読み損ねました。ねじまのなんちゃらだった。あ、ついまくね。ついまく？うん。おー。
いやーまさかこういうエンディングに分岐するとは思ってなかったね。え、じゃあ銃を下ろした状態で、あの、あやめちゃんに気づかずにねじまに話しかけるがいいのかな？が正解かな。うんうんうん。じゃあ順番的にはいい感じじゃん。まあ結局な、ね、他のエンディングを見れたし、うん、膨大な再婚を集めたねじま文親がその後何を願ったのかは明らかではないが、後の情報によるとねじまはある女性に付き従っており、その主をこう呼んでいたという。死の足の様と。ほうほう、死のはやっぱり足の様なのか。あ、え、おや、はにゃ終わってしまいましたが、え、これどうしたらいいの？あんなに？あんなに、なんかもうちょっとこうしたらよかったと思うところがあったらやってみてくださいねっていうやつ終わっちゃったんですけど。じゃあ一応やってみようや、その銃を下ろして。あー、そうだね、やってみよう。これで銃を下ろさせてからだな。いや、まさかそこが関係してくるとはあんま思ってなかったな。確かにね。これだ、いいだろう、いくよ、うん、ほい、あ、逃げないわ。あら、あー、こうしたら、間違えた、こうしたらもうあやめちゃんに声かけるしかなくなっちゃうのか。しかなくなんのか。だって他もうないよね。え、でも、うん、どうなんやろ、時間稼ぎか。時間、他になんかあやめちゃん以外に変わった場所は、いや、ないね。こうするしかないのか。で、連れてかれる前に助けろみたいなのは起きませんか。え、なんでってなるよな。ねえ、目があった。うん、波がきとの、あー、んでぞちゃん。いやー、やっぱこうなるんだ。ダメやないかい。同じか。同じだね。終わっちまったぜ。おお。あやめちゃんをこうどうにかする選択肢の順番みたいなのがあるのかな。でも消えてるんだよな。他でもないしな。一回ちょっとセーブしてタイトルに戻ってみるか。なんか変わってたりしないかな。あー、いや、まあ同じか。我が魂、それすなわち我が寿永なり、我が慈しみ、それすなわちその時代に生きし我が血統のものなり、我が精神、それすなわちこの聖満自身の意識なり。寿永がさ、金絞り公園にいたのってさ、沖家正吾の時だよね。
大きい家の時だよね。うん、大きい家のところにやってみる。大きい家の時にチェックする、うん、かな。なんだあれみたいな。どこだろう。え、どれだ、どっち、覚えてねえわ。これでもまだ生きてるからパート2これとかかなぐらいかな。かな。途中からできるしな。これは、これも途中からできる。一旦ちょっと2やってみるね。うん、途中から。陽子さんに異変が、異変？変な空気。ああ、ここまで来るともう違うか。あれ、亡くなった後とかに現れたんだったっけ。どっちだったっけ。ちょっとこの陽子ちゃんの顔を見ながら、私たちのパート1だか2あたりを見返してみるか。見といたらいいんじゃないかね。あ、陽子ちゃんが死んだ後だな、魂が出るのは。ってことは、ちょっと一回ロード、こっちや。人玉発見前から、周囲には別に何もなくて、で、陽子ちゃんのここに落とし物が落ちてて拾う。いや、もうビビらなくなっちゃったわ。最初マジでびっくりしたもんな。私をおにぎりにするやつ死んじゃえ。おにぎりにしちゃったか。さあ殺せ。聞こえるか、かしり主よ。よみがえりの秘術を求めし、かしり主よ。呪い殺せ。よみがえりの秘術を得たくば、この呪いの力によって人々をほふり、魂の残滓を集めよう。幾たりなる再婚を呪詛玉に捧げることで、それを二重に冠婚がなされ、蘇りの秘術を発現しよう。また、他の七不思議の頭主を一人呪い殺さば、数十人に相当する再婚を得られよう。さあ、呪い殺せ。で、この辺りで、あ、これこれこれ。あ、おるわ。これよ。え？結局これを、なんか。何もできひんよ。ねえ。あー、この場所を覚えとく。覚えておく、なるほど。で、あー。いや、なんかこの状態できんのかな。なんかできるかな。なんか画面の明るさとか。ああ。で、弓をかがおんねん。そうそうそう。うおお、あ、近づいてる。ああ、あ、来たんじゃね。来てるわ。待って。ここ読んでないってことか。近づいてきてないもんね。近づく。いてなかったんじゃないかな。だよね。おお、触れに行きますか。触れるしかないやろこれ。おお。え？俺はあれに触れなければいけないのか。そうだよ。君がひょっとして末裔なんじゃないのかい？おきえくん？おきえくん。素晴らしい。やったー、解除。解除。おー、ここまで全部やってここに戻ってくるんだ。戻ってくんねんや。だからさ、やっぱさ、うん、最初にさ、そのいや、なんかあそこにおったでみたいな、うん、あっこ全部伏線やったってことやんか。そういうことだわ。
いやあれよく覚えてたね。これに気づいとかないとあかんかったってことよ。うん、私たちよく覚えてたね。1年半前なのにやつのな解除沖家正吾土帝聖満の魂肉体精神が、揃ったところにこれは現れる。ここに解除の術は発動し、秘術も呪いも全てが払われ消し去られる。じゃあ沖家正吾もそうなんか。そういうことか。沖家正吾がその何末裔で、末裔でまあ肉体も肉体でを待てよ、これが寿英で魂でしょ、うん、で肉体が沖家で、沖家で精神が我々、そう私たち、おお始めようぜ。何になんとなんとなんと、ついにここまでたどり着きましたか。さすがでございます。すべてを解き明かしたということですね。とはいえ偶然の可能性もございますので、これより先にご案内する前に一応お伺いさせてください。おー、なるほどね。試されてると、いいでしょう。適当に最初からやり直してたらなんか行きました、じゃあ、じゃあないでしょってこと、ね、うん、ちゃんと謎を解き明かした上でクリアしてほしいってことよね。まあ、理解度チェックやな。うん、土帝聖満の魂肉体精神、それらが一体何だったのかを、まずは土帝聖満の魂とはどの樹へのことでしょうか。送り提灯じゃなくて、合ってるか、送り提灯で、送り提灯やったはずだよね、確か。あ、そうね、これだね、そうそうそう、これ、うん、オッケーオッケー、合ってます。送り提灯、まあいいでしょう。はい、その通りでございます。なんで渋ったん？いや、返答に時間がかかっていたもんでね。今確認しました。確認する前から言ってたし。まあ良いでしょう。いや優しいな。本所事変にて足の音の対決で敗れた聖満が宝温寺付近でさまよっておりました。その後に残された伝説に寄せて樹影の姿形は変わっていくわけです。こちらは本来長沢前に取り付いた樹影ですが、聖満の肉体と意識に呼ばれ一時的にあの場に現れていたのです。現れてたんだね、肉体ね、うん、肉体。では次に参りましょう。土帝聖満の肉体たる移し身、すなわち血を強く受け継いだ末裔はどなたでしたか。どうしよう、これ弓岡やったら、どうしよう、確かに弓岡も現れているし正吾の感じがこれかな。そんな破木っていう字やったっけ、あれ違うっけ。あ、違いました。アキラか、アキラね、オッケー、アキラ正吾、アキラ語、こうだ、沖家正吾、ブッブー、弓岡でした。こちらも正解でございます。弓岡やるやん。沖家正吾は一般家庭の出身ですが、遠い祖先の血が、覚悟で強く現れたようです、うん、これが実は福永陽子も同じことでして、あ、陽子ちゃんもいてけぼり、まあの樹影受け継いでるみたいな感じ、樹影じゃないわね、陽子ちゃんもじゃあ遠からずってことなんかなのか、あれじゃない、足のじゃない、
あーそっち側ね。そっちじゃね。あーオッケーオッケー。彼女もまた遠い祖先であったアシノの血が核で強く現れてしまった人物でした。うん、うん、だから巡り合ったんやそこで。そうだね、アシノ様って付き従ってたのは陽子ちゃんに付き従ってたんだ。ゼイマンとアシノ、まさに数百年越しに運命が引き寄せた二人だったわけです。なるほど、そこのバトルが最初に繰り広げられたんだね。いや嫌いじゃないよこういう祖先が百年越しに対峙するの、うん、いいね。運命は切っても切れないみたいな。切っても切れへんわけね、うん、さてそれでは最後の問いです。なんかナルトとサスケみたいな。あー最高インドラとアシュラね、うん、これ地獄の番犬やろ。地獄地獄の番犬やら。だから最初に名前、あ、地獄になっちゃった。聞かれたんだね。その名前をちゃんと入力しろと。どうも、1年半ぶりにやってます。地獄の番犬です。ケルベロスでございます。ケルベロス様、お待ちしておりました。ほうほう、なるほど。地獄の番犬でございますか。それはつまりあなた様自身ということになりますが、よろしいのですね。怖いんだけど。いいんだよ、そのつもりやろ。はい、残念。その通りでございます。残念ですがその通りでございます。ようやく思い出していただけたようですね。思い出した。そう、あなた様は、よみがえりの秘術と呪いが呼び起こされたことにより、封印から目覚めたセイマンの意識だったのです。なんとまあ。だからこのゲームをプレイした時点で呼び起こされたよ。なるほどね。このパラノマサイトの物語のスタート地点は私たちの意識のこう目覚めからだったってこと。うん、おお。しかし目覚めたあなた様は記憶を失い、斧で課した使命を忘れてしまっておりました。そこで僭越ながらこうして私が導かせていただきました。案内人、君は誰なんだい。セイマンやったりしてな。マヌ、意識のみの存在であるあなた様がストーリーチャートによって時間と時空と、そして取り付く相手を移り変えていったことで、そして取り付いた相手の行動を密かにコマンドを使って制御していったことで、今回対処すべき事態の全貌を把握することができたのではないかと思います。うん、なるほどね。ただ、さすがですね。あなた様は無意識のうちに自らの使命を思い出しておりました。今回の黒幕は秘術と呪いを呼び覚ました足の末裔福永陽子であったわけですが、そうね、彼女を倒すことができる時にきちんと無意識に己の呪詛を発動させておりましたね。僕たち使ってないですよ。無意識にやっちゃったんや。やっちゃったんや。まさか彼女も呪いと一緒に生命の意識が目覚めるなど思ってもいなかったことでしょう。まあね。送り提灯ってあるか、その相手の呪詛の、そう、力を使って殺す、使って、だから陽子ちゃんは水没し、うん、したんだね、溺死してたってことよ。うん、そういうことだ。いや、うまいことできてんな。これあれよな、最初はおきぎが勝手に使っちゃったんじゃないかみたいなね、こう無意識に使っちゃったのではみたいな思ってたけど、おまは送り提灯の力が発動してたと、うん、呼び覚まされて。実際彼女を倒して止めるにはあのタイミングしかなかったわけですから。そうだね。あ、ただし一度はあなた様が沖江将軍の強い意志に影響され彼女を蘇らせてしまうところでしたが、危ね危ね。あ、それを阻止した。まあ、あれ結局
あれか、結局焼かれんのか。あ、いや、大きい将軍が生きてたと。あ、そっか、焼かれるのか。いや、多分たまるんじゃないかな。そのん、もうマジで昔すぎて覚えてないんだけど、結局なんか大きい将軍ってどっちに行っても死んでた気がすんねんけど。そうだね、あれだ、沖家翔吾のストーリーをまずクリアしないと他の主人公たちの時空に行けなかったわけじゃん。そうね。そうで、沖家が最初陽子ちゃんが死んじゃったルートを進んだことで蘇らせたいって思った結果、そもそも死ぬ前になんか動揺してる陽子ちゃんの正気を取り戻させてさ、帰らせたんだよ。あー、そういうことか。そうそうそう、そしたら沖家翔吾が死んだっていうので発見されたっていうルートだった。よな。からだから、あのその2ルートで、その陽子ちゃん、まあ足の血が滅びるか、そのセイマンの血が滅びるかの2択だったんだ。どっちかしかなかったってことだよね。そういうことだね、多分。ストーリーチャートを使って彼女が死ななかったことにすることか。あたかも秘術であるかのように誘導させていただきました。実際黒幕を倒さなかった場合の顛末まで見ておいたおかげで、このように呪いの解除方法までたどり着くことができたわけです。そうね、沖江翔吾が死んだっていうルートに、その陽子ちゃんが生きているルートになったことで、黒幕が陽子ちゃんでしたって分かったわけだからね。そうね、うんうんうん。で、蘇りの秘術とか、うん、その本庄七不思議について詳しくいろいろ知れたのも、沖家翔吾が一回亡くなっているおかげってことだよね。そういうことだ。これに気づけば今まで不可解だった点も明確になってくるのではないでしょうか。例えば沖家翔吾は主導権をあなた様が持っている間も呪詛交渉を自分の意思で発動させました。確かに、なんか勝手に発動しやがってこらみたいになった記憶がなったよな、うん、序盤でお伺いした沖江翔吾が何人殺したのかの問いはそういう意味だったわけです。あなた様が呪詛行使をしなかった場合に沖江翔吾は行動を奪い行使していたというわけです。勝手に行動してやがったってことですな。だから沖江翔吾自身がやった。うんうんうん、私たちの意思に関わらず。関わらず、うんうん。また調査員があなた様の見聞きした情報を伝え聞くことができたのも、送り提灯の銃に取り憑かれていたため、その銃を通して聞こえたのでしょう。確かになんか他の人はなんか声が聞こえて、えみたいなことになることはなかったもん。長澤さんだけだったよな。確かに、うんうんうん、なんかあれ電話番号思い浮かんだよみたいになってたもんね。うん、はあ、人物リストが更新。あ、あー、福永陽子、沖野陽子家事手伝い、うん、短大卒業後自宅で家事手伝いをしている女性。幼い頃から他の人には見えない何かが見えていたことで、キーの目で見られることもあったが、そこから超常現象に興味を持つようになり今に至る。これはやっぱ霊感能力が強い足の血を引いてたからってことだよね。からってことやな、うんうん、でこれ名前はおごぽご、これをね生き返らせようとしてたわけだ。で実は現代に生きる陰陽師の末裔で、江戸時代の本所にて蘇りの秘術を奪おうとした芦野の遠い子孫にあたる。生まれながらに高い霊感を持っていた陽子は、そのルーツを調べていくうちに自分の祖先のことを知るが、何も伝承されず凡庸な家系へと凋落していたことに落胆。自身の能力を生かし、今の時代に術師としての力を示すことでお家復興を果たそうと、芦野が達成できなかった近畿の蘇りの秘術を復活させようと考えた。陽子は修行で高い霊力や呪力を身につけ、さらに秘術の手がかりとなる6名簿も見つけ出すと、大量の祭根を一気に集めるために大規模な霊野祭で本所七不思議の呪いを呼び起こす計画を立てる。さらに秘術で芦野を現世に蘇らせることも目論んでいた。
呪いは人々から認知され恐れられるほど効果を増すため、まずは動かしやすそうな郷土史研究家に6名簿を預け、噂を広めさせることにした。再婚を集める役として、秘術に理解が深そうな犯罪者として、根島文親にもコンタクトを取り、はぁ、陽子ちゃんが吹きかけてたんだね、なんか。なるほどね。うん、葉っぱかけてたんだ。呪詛玉を得るように仕向けた。図らずも根島は秘術と芦野の話を痛く気に入り、蘇らせることについても快諾した。またその過程で、今回の計画を無効化される危険のある陰の書の存在を知り、事前に手中に収めておくため、荒石に渡した6名簿にその存在について追記しておいた。調査の末、吉見はじめがセイマンの末裔であることを発見し、呪いで脅して、陰の書の所在について口を荒らせようとするも、彼の強い意志により失敗。セイマンの末裔であるため、そのまま念のため、受殺した。はぁ、吉見を殺したのも陽子ちゃん。なるほどね。うん、いよいよ霊野祭を実施するにあたり、呪詛玉を集めるためには、かしり主である必要があるため、陽子自身も害の少なそうな置いてけぼりの呪詛玉を入手。同じくセイマンの末裔である沖家翔吾も危険因子として事前にコンタクトを取って近くに置き、監視をしていたが、呪いが呼び起こされると同時に沖家の中にセイマンの精神が目覚める仕掛けのことは知らず、現れたセイマンによって即座に呪い殺されることとなり、彼女の計画は未然に阻止された。なるほどね。なるほど。じゃあなんか、陽子さんどうしたんですか、ってなってる間に無意識に陽子ちゃんのこと殺してたのは大きい家ってことでしょ。大きい家ってまあ大きい家の中のセイマンって感じか。そうね、うんうん、足のは止めんとあかんって殺してやるって。なるほどね、つながったね。恋人募集中の大きい家くん、キーエくん死んじゃったで、ヨーコちゃんねえ。さて、ここで最後に一つお尋ねいたします。もし今のあなた様が命を一つ蘇らせることができるとしたら、どうしたいですか。うわ、あー、最初もこの質問されたされたなー。うーん、でもこれどうするよってめっちゃ話し合ったよな。俺はそうね、結局必要ないかなって思っちゃうな。うーん、まあやっぱり人間って絶対いつかは死ぬんだよな。で、そうね、生き物であるがための差がではある、ね、うん、やっぱりなんか反してるよね。そうね、その輪廻の輪から外れる行いなんじゃないのかなって、うん、思う。こうやってこう繰り返されてきて、うん、まあ、今の世界いうのがあると思うから、うん、もちろんその不慮の事故で託して惜しい気持ちとかそういうのは出てくるし、もし生きてたらっていろいろ考えたりもするけど、うん、なんかたまたまそれを使ってやっちゃいましたがさ、うん、なんかその人限定ってなると、じゃあ他の人はっていうのもなると思うし、そうね、なんかそれで蘇ったあいつはみたいな、そういう目で見られるとかもさ嫌やと思うし、うーん、その辺とかなんか後のこととかもいろいろ考えるとやっぱり必要ない、うん、ない、破棄するが一番ね。うん、その時はいいし、その人にとっては幸せかもしれへんけど、うん、それで全員がってなるかって言われたらそうではない気がするな。うん、まあいろんなその運命だとかこうね、理不尽にさ、その秀一くんみたいな感じでそう亡くなってしまう場合だってあるかもしれないけど、命は一つ、うん、必要ない。おうおう、なるほどなるほど。
やはりそちらがセイマン様の本来の意志だったわけですね。最初は選択肢から漏れており大変失礼をいたしました。なかったんだっけ、この必要ないって。破棄するって。そっか、なかったんや。覚えてないけど。それではそろそろ締めのお時間でございます。あなた様がここまでたどり着いた時点で下女の術は発動し、秘術も呪いも消え去っております。うん、最後にその様子を見届けていただいて、我々はこの世界を去ることといたしましょう。この度は長らくのお勤め、本当にお疲れ様でございました。案内人。沖家正吾、午前1時台。あ、なんてことだ。そうだったのか。触れた後だね。うん。全部知ったんや。うん。今、ようやく理解できた。そうか、陽子さんは俺がやったのか。正確には俺に流れている陰陽師の血が意識に入って与えた呪詛だった。術式が発動した蘇りの秘術に、そして呼び起こされた本所七不思議の呪いと霊野祭、すべてを止めるには今ここで彼女の息の根ごと止めるしかなかった。うん、そうしないと解除の術も打ち消されていた可能性がある。今となってはどこまでが彼女の意思でやったことなのかはわからないが、陽子さん、最初に運命を感じた気がしたのはそういうことだったのか。そういうことだったんだね。彼女もそこまでは気づいていなかったようだけど、俺たちは出会ってしまった以上はこういう結末しかなかったんだろうか。もっと違う形で出会えていたら、いや、今更考えても仕方ないか。ああ、とことん飲みたい気分だ。モスコミュールでも飲むんですか。今夜モスコミュールでも浴びるほど飲もう。覚えてましたとも。陽子ちゃんがモスコミュール飲んだことないのにモスコミュールの度数で例えたことをな、いまだに覚えてるな。覚えてるよね。なんか印象強いよね。うん。リヒタさんじゃん。どうかしたのかい、マダム。あ。夢。夢を見ていた、みたい。よみがえりの秘術が、本当にあったっていう夢の話。残念ながらそんなものはないよ。そうよね。ただそんな実はなくとも、誘拐事件の真相は僕が必ず突き止めよう。それというのも、なんと1年越しに重要な手がかりを見つけたからだ。これまで謎に包まれていた誘拐現場の目撃情報だと言っていい。あの猫背の先生か言ってたやつ違うか。なんかあいつか、うん、あれ違うかな、名前忘れちゃったけど。
まあ、白石道夫絡みのやつやな。うん、そうそうそう。先生、誰だっけ。あ、城之内公平。こいつがなんか助けてくれみたいに言ってたよな、リヒタさんにな。それ関係あったかな。堤哲夫、午前1時台。なるほどね。あ、おいおい、おい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 、救急隊から連絡があって来てみりゃ、なんだこいつは。旧安田庭園での吉見の変死事件を調べていたら、区内の別の公園でまた変死体。これは関係があるんでしょうか。まあ吉見も溺死で亡くなってるはずだもんな。陽子によって殺されてるな。うん、そうだよね。状況は似てるが、それだけじゃない。それだけじゃな。すみません、被害者の所持品にこんなものがありましたけど。はい、何ですか。なんだ。え、なんだこれ。呪詛玉。お、あ、ボス、被害者の女性が持っていたアドレス帳に吉見はじめの連絡先と写真が入っていたようです。なんだと。しかもその吉見の写真ですが、バツ印とか怪しげな模様が書き込まれていて、心臓の部分には釘のような穴が開いてました。あ、いや、え、堤は別にあれじゃない。は、歴史じゃないんじゃないの。あれ、歴史って話出てなくない。変死やけどさ。そっか。やし、うん、あのさっきの陽子ちゃんの説明見た時も、うん、受殺したで蘇りの秘術を使うには呪詛玉が必要やから、害のない置いてけぼりを入手したっていう時系列なの。そっか、ちょっと待って、もう一回見るね。ねじま、伏見はじめ、受殺した、念のため、自殺した。で、その後、いよいよ、霊野祭を実施するにあたり、呪詛玉を集めるには、貸主である必要があるため、陽子自身も害の少なそうな置いてけぼりの呪詛を入手。じゃあもう、置いてけぼりとか関係なく、あれ、修行で得た、力で、呪力、そうそう、呪力で、自殺したの。強すぎんだろう。何、あの、こういうのって、もしかして呪いとかの類でしょうか。だから、すぐそうやってオカルトに結びつけようとするんじゃねえよ。くそ、やっぱり中越案件かよ。ん？何ですか、ボス。いや、何でもねえ。写真は証拠品として押収しておけ。間違いなく、吉見の件と関係あるだ。慎重に調査を進めろ。俺は、ちょっと連絡してくる。わかりました。ここは俺に任せて、存分に連絡してきてください。存分に連絡するって意味わからんけど。ね、暇伝かな。坂崎やっこ、午前1時台。コックリさんするって話かな。コリックさん。コリックさん。ミオちゃん、やっぱりミチオちゃんは事故みたいだよ。うん、うまく問いかければもう少し情報を得られるかもね。さすがによみがえりの秘術はなさそうだったけど、でも思ってたよりも事情に詳しい霊が来てくれた感じだね。荒石、くそ、なぜだ、なぜ何も起きない。このままでは契約が、なんてこった。やはりこんな六名簿なんて信じるんじゃなかった。おしまい。あ、荒石、荒石、うっす。遠い遠いあなたたちへ
どんな世界にもいかなる時代にも、蘇りの秘術なんてありはしない。だから、今そこにある命を携え、ただ一歩一歩踏みしめていってほしい。リヒター、岩井が出てきたぞ。任意同行かけるか。いや、待て、エリオ。家宅捜索できる証拠が欲しい。少し泳がせよう。あいつが、誘拐犯。勝手に進んでしまう。あ、悪いやつだ。そうです。僕が、やりました。だから、助けてください。あいつが、いつも僕の周りに。ごめんよ、みちおちゃん。私、何も知らなかった。なんだって？はじめは、福永陽子ってやつに。どういうことで？あいつがそんな簡単にやられる玉じゃないのは、あんたらも知ってるだろう。そうなんですよね。ボスもなんか隠してるようで。うん、どうやらはじめの家系に秘密がありそうだね。ちょっと探ってみよう。任せておいてくれたまえ。いやー、ここでどんどん繋がっていくんだ。あ、弓よか。今日は欠勤と聞いておりましたが、わざわざ何の用ですかな。いやー、ふとしたことで霊感ってやつに目覚めちゃったんだけど、そうしたらうちの会長様が目に余るようになったもので忠告をね。まあ霊感ないのに好き放題やってるからってことかな。お、連絡くらいよこせよ、水くせえな。岩井に聞くまで知らなかったぜ。いやー、悪いね。いだしの堤警部をすっかり忘れちまってたぜ。何を企んでやがる、そんな人聞きの悪いこと。俺はただのしがない一公務員、足宮誠ですって。どっちこそどうなんだ、娘とはよく仲良くやってんのか。こんな会話もあったの。そりゃあ、まあぼちぼちってとこだな。ああ、あやめちゃん、いやー、秘術にすがったためにこうめちゃくちゃな関係にこうなっていっちゃったけど、そもそもそんなものすらなかったら穏やかにこう時間は流れてたのかもしれへんっていうことやな。そうだね。だって足宮誠として正しい道を生きようってなってたとか、そういうのもあったかもしれない。いやー、素晴らしかった。マジですげーゲーム。最初から最後までもう全部良かったな。良かったな。なんかこう今までのさ、その蘇りの秘術を求めて、うん、こう試行錯誤したりやってきたのがある過程があるから、うん、なんかこう一周回って、そのもしその蘇りの秘術なんてなかったらこうなってたよっていうのを見れて、うん、いやこれでいいんだよ。いや、ほんまに、うん、そんなね、こう誰を蘇らせるだとか、結局一人を蘇らせるっていうものでみんな巡ってさ、奪い合いだとか殺し合いだとかしちゃってたわけだからね。そう、他の犠牲が出ちゃってるっていうのが、うん、どうにも引っかかる部分で、やっぱりじゃあそこを犠牲なくし、まあその犠牲なくして得られるものはないっていう、ほんまになんか言葉の通りやなと思って、うん、でもその犠牲得てまでして成し遂げたものがそのいいものではなかった。結局蘇るのって葦野、うん、そうだね。だから葦野がその蘇る自分をこの世に現世に復活させるための、まあ、術ではあったのかなって。うん、まあそれが陽子ちゃんとかにとっての最大の目的、お家のなんか復興、うんだったわけでってことやもんな、うん、そう家復興やから、その他の人がどれだけ頑張ろうと復活できるのは葦野の血のもの、うん、ではあったんやろな。だってかあの葦宮の時も結局葦野様って言って使えてたし、そうね、あのあやめちゃんの時も
結局その女性画家、ものすごい女性画家、うん、名前もアシノやったんじゃなかったっけ。そあれそうだっけ、なんかアシノって名前出てきてたような気がするけど。 そっか、あれは秀一くんは、秀一、そう、あれはなんか結局伝説みたいになってたけど、なってたけど、うん、まあ蘇り自体はあったのかもしれないね。そうね、うん、で陽子ちゃんがどうにかするとかの前に、てか陽子ちゃんも陽子ちゃんでいろいろやってたけど、こっちはこっちで蘇りの技術を完遂させましたみたいなエンディングだったのかもしれない。うん。ああ、終わってしまう。いやー、長かったな、このゲーム。ねえ、1年半も遊べるゲームですよ。素晴らしいゲームです。終わり。あ、皆さんも買って1年半かけてやりましょう。やりましょう。いや、終わると思ってなかった。本当に？あ、わあ、いっぱい実績解除された。ここにたどり着くんだね。もう一つの結末。うわぁ。結局かなぁ。いやぁ、もういっぱいいろんなキャラのこう、事情とか聞いてみんな好きになったけど、やっぱ鉄夫ちゃんだわ。鉄夫なぁ。濃い人生歩んでるよ。ねぇ、やっぱ渋さがもう、堀の深さというか顔に出てるもん。可愛いしね、お茶目で。あとは、表情浴衣、浴衣だった。豊かだった。し、あとあれだね、マインドで言えば、やっぱ、マユネキだね。あー。すごい。かっこいい、マジで。うん、もう、ジュソ玉に負けなかったもんね。うん。で、もうさっさと手放したいよって言って、つつみ哲夫ちゃんにね、渡してくれたわけだから。そう、やっぱ、はじめさんとの絆がね、なせた技だろうなっていうところが、ありますね。ありますよね。いやもう、キーエは結局でもさ、自己紹介文がさ、一人だけこれで終わりなのがさ。確かに。趣味はフォークギター、恋人募集中。そっかザ・ブツ。いやまあこういうね、最初に何の変哲もない主人公がこう死んだと思ったら最終的に活躍したっていうところがまた激アツですよね。激アツ。いやおもろい。なんかすごいその物語のまとまり方、うん、もうキレかったなって思う、うん、だって一番最初の時点からさ、うん、その存在に触れることはできひんかったかもしれんけど、存在には気づけるやん。そうだね。そう、なんかその2周目してようやく、あ、こんなところにおんのってわかるんじゃなくて、うん、最初にちゃんと覚えとけばわかるやん。ね。そう、そういうところとかすごいいいなと。いやこう印象の残し方というかさ、こうさりげないのにちゃんとこう、うん、頭の片隅に置いておけるぐらいのね感じの伏線だったのがすごい良かったし、やっぱこのザッピングシステムいいね。いいな。うん、そう、いろんな軸でいろんな主人公がいて物語を進めるっていう、その人の視点でしか分からんこととかさ、うん、やっぱあるからさ。そうね、そこのその人の選択で別の人の運命も変わるっていうのが面白いね。パラノマサイト、神ゲーじゃねえか。神ゲーですわ、これ。そりゃ受賞しますね。ね、受賞してたね、そういえば。いやこれはね、もちろん実況で見ても面白いだろうし、自分で実際進めたらなお面白いですよ。うん。
まあ、これをね最終回に言ったら、いや全部見ましたから自分の手でできた。まあね残念でした。ぜひやってみてくださいじゃなくて、でもここを見てる時点で結末分かってるかな、ボケってなるから難しいところやな、うん、今日実況っていうね問題あるけど、うん、そうね。まあでもできればね、ほんまに自分でゲームしてから私たちの動画にたどり着いてもらえたら嬉しいね。あ、確かに、うんうん、一番理想系では、ね、うんうんうん、その二度楽しむみたいなね。あ、この人こういう考え方するんやみたいな、そういうのが分かるのも面白いだろうからね。うん、はあ、よし、このデータをでは一番に、いや3番だな。じゃあな、陽子ちゃん。勝ちました。じゃあな。はい。ということでタイトルに戻りますか。はい。じゃあズッキー。何ですか。パラノマサイト本庄七不思議やっていくか。俺。第2弾。第2弾2週目。実況スタート。俺視点、俺プレイバージョン。そう絶対いらんやろ。いらんわ。あ、これ罪方千番の意識ね。俺たち意識だからって。これ魂、これ最初に入力した名前使うからおもんなさすぎやろ。激おもんな実況になる。まあここで終わるのがちょうどいいか。そう、よいよほんまに。このままで終わってくれた。そうだね。俺も助かるし、綺麗な終わり。みんながハッピーになる。それこそあの蘇りの秘術求めに行くような、ほんまにいらんことしない。じゃあ終わりますかね。はい、この実況なんてなきゃよかったってなるから。それは嫌だね。いい思い出として残しておきたいわ。じゃあまた一緒に遊ぶ機会あったら遊ぼうぜ。はい、遊びましょう。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またな。